マドカ・アケデラは、愛媛県松山市和家町にある新言宗地山派の、寺院。スカサン、マサトモインとゴース。本尊は、阿弥陀如来。四国八十八箇所第五十三札所。近年は、園明寺と表記されることが多い。本尊新言、オン・アミリタティ・ゼイから運んごエイカ、ライの御ラの光の縁、アケデラ・デリソフカゲは、夜な夜なのガツ農教院、当時本尊。 国の院十一面観論事例によれば、天平正法元年、聖武天皇の直眼を受けて行記が、本尊阿弥陀如来、脇寺に、完全音菩薩、聖子菩薩を刻んで回帰した。当初は、現在地より、北西約 2.5km の脇浜の西山という、海岸にあり、海岸三延民密寺と称する七道伽藍を備えた、大寺であったという。後に、 空海がこの地を巡釈し荒廃したガランを整備したという。鎌倉時代以降に、幾度か陛下によって荒廃、現那年間に現在地に移転。官営十年、須賀千歳茂久がその資材を持って再興したものという。その功労により、官営十三年忍那寺の里市新法新郎より、須賀山の三号を賜り、忍那寺の自家松とされる。山門を入ると右に、別在店。 観音堂、主郎があり、左に、大師堂がある。参道の注文の先正面に本堂が立ち、その左手に、閻魔堂が、右奥に、栗、農協所がある。大師堂の右に、文樹堂、左奥に、キリシタン道路がある。八脚門奥の陰観音堂、青木地蔵堂と五花寺水、大師五十三番円明寺から五十四番円明寺の間は、 高輪半島の海岸沿いを行くが、そのまま令場がある。AB 松山の歴史、文化松山市現地説明看板による、園名児童版納札一枚松山市。ありがとうございます。